オレンジのゼストゼストは、レモン、オレンジ、シトロン、ライムなどの柑橘類のワックスが消していない、色づいた外皮をこそげ取ったり切り取ったりして作る食材である。ゼストは食べ物に風味付けするために用いられ、このプロセスを英語でゼストする、ゼストという。果物の解剖学的構造から言えば、ゼストはフラベドから取れるものであり、この部分自体もゼストと呼ばれることがある。 柑橘類のピールはフラベドと白い綿からなる。フラベドと綿の分量は柑橘の種類によって異なり、下ごしらえの方法により使える部分が変わることもある。柑橘類のピールは生、乾物、砂糖漬け、塩漬けなどにして用いられる。オレンジの断面図。フラベドがゼストとして使われるが、白くて苦みのあるアルベドの部分は通常使用されない。白いアルベドより、 オレンジ色のフラベドの方が多い温州みかん。ライムのゼスト。緑色のフラベドが切り取られたところから白い中華皮が見える。マーマレードを作るため柔軟性のある3枚おろし用のナイフでフラベドから中華皮をスライスしているところ。料理に使うための道具としてはゼスター、グレーター、ピーラー、皮むきナイフ、また場合によってはパテ用ヤスリなどが 果物からゼストを削ぎ落としたり切り取ったりするために用いられる。この代わりにピールをスライスして、もし余分の綿があるようなら切り落とすということもできる。ゼストの下にあるピールの白い部分は苦くて風味が悪く、通常は皮むきの深さを調整して含まれないようにする。ほとんど中華比がないためにピールがすべて使える柑橘類もある。ゼストと中華比は、 果実の種類によって異なる。ピール部分がほぼすべてフラベドになっているのはむね、マンダリンオレンジの仲間で、分担やシトロンの仲間はもっと厚い中華比を持っている。分担の仲間の中華比は通常、苦味が強めである。シトロンの仲間の中華比はもっとまろやかな味がする。レモンは、分担シトロン、マンダリンオレンジの雑種である。レモンの中華比も食べることができ。 砂糖漬けにも用いられる。ゼストは様々な焼き菓子や砂糖菓子の風味付けによく用いられる。レモンメレンゲパイのようなパイ、ケーキ、クッキー、ビスケット、プディング、砂糖漬け菓子、キャンディ、チョコレートなどに加える。ゼストはミラノ風をすそぶうこのような特定の料理やマーマレード、ソース、ソルベ、サラダなどにも使われる。ゼストは塩レモン、ライムチャツネ、 マーマレードなど多くの甘辛調味料にとってキーとなる食材である。レモンディキュールやリコールでオロなどの蒸留酒を作るのにもゼストがいる。ツイストを添えたジンマティーニゼストはカクテルに使われることもあり、風味や香り付けのみならず、色や装飾品としての目的でも加えられる。カクテルの装飾として使う際には、ゼストはしばしば長倉線状にカットされ、これは ツイストと呼ばれている。ツイストを使うカクテルとしては、ドライマティーニや放セズネックなどがある。グリューワインの場合のように風味と香りを最大にする。必要がある場合、ナイフで果物から切り取っただけのゼストを使用する。ありがとうございます。